日本群馬県前橋市東大室町東大室町は群馬県前橋市の地名。郵便番号は379-2105。2013年現在の面積は2.22平方キロメートル。前橋市の東部、赤木山南独の末端に位置している。北東部から東部にかけて、多田山の丘陵が南北に走り、他は北から南に向かう、なだらかな傾斜地である。 西部を上沢川、多田さんの最下を桂川が南流する。江戸時代頃から、ある地名である。はじめは、大御城主牧野資料、元那二年に、前橋藩領、明和五年に、幕府領大官、前沢東十郎支配地、天明六年に、前橋藩領、天保十五年に、幕府領岩花大官、林部吉田財門支配地と、旗本、大島資料二分差とする。 内幕府領は、高下2年からは、岩月半領となり、旗本、大島市領は、慶応2年から、前橋半領だった。元は西大室村と一村で大室村と称していた。古墳、大穴室などが、数多いことによるものと、ご所別名のおもろが、大室と転化したものとの両説がある。また、東の楕山丘陵と西の古墳群の丘陵に、囲まれた地形が、 室尾や室山のように古くから人が住み、神が祀ってきた地とする説もある。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道駅はない。国道は国道50号、県道は群馬県道76号前橋西久保線、群馬県道103号。 深津伊勢崎線、群馬県道114号内が、島、飯戸井線が通っている。ありがとうございます。